こっち言われるだけ言われてさ。でこの3人が揃ってやるのは久しぶりというか初めてに近いぐらい。もう試合の時ぐらい。試合の時ね。そうね。プライベートで集まることはないんですか3人で。ないっす。ない。まあないんですね。まあサンフレッチェの番組ということで大変申し訳ないですが、まあ、サンフレッチェの話を。申し訳ない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 。いや大変大変。全然しないな。ストヤノフぐらいしかしないですよね。いや、今だけ。そこは本当に最近。ストヤノフ時代の話をされてもちょっと困るんですよね。三田選手ってご存知ないですか？熊本出身の三田誠選手。俺は知ってるよ。俺は知ってるよ。昨日解説してるし。そうですよ。俺も知ってるよ。レビュー賞もしてるよ。なので、本番そういうパスが来るんで。そしてこんな感じで。このパスが来た瞬間に、あのスカイハナーコールが変わった。自分が熊本出身だから。それこそ出身？そう。それこそイエローです。イエローカード出してる。レッド。最初からレッドで言う。レッドで。一発最初。一発最初。久里さんみたいになりたいってずっと取材中もおっしゃってました。そんなプレーじゃないよね。うん、昨日 J リーグタイムでやって、ああ、うん、はい、でもめちゃくちゃ裏、足スピード速いタイプですよね。うん、ああ、じゃあそういう話をね。えてか本当にまずゴンさんの数字なんて絶対抜けないと思ってた。ね、絶対無理だと思ってたね。絶対100でさえ、100の手前で。90何歩で止まっちゃう選手がゴロゴロいるわけだから、まず100っていうのが引っかかったから、あ、一つの区切りというか、吉野もフロータイル前100手前でしょ。そう、もう89だから、だからやっぱりね、絶対無理と思った。まあ、みんな知らないと思うんですけど、吉野はストライカーじゃないんですよ。あー、ストライカーじゃないんですよ。僕はもうずっと子供の頃はずっとフォワードしかやってなくて、でも吉野は多分本当にどっちかというと2列目やって、はいはいはい、でもう多分いろんなポジションできて、なんか純粋に点取ることだけだったら、たぶんもっとそのポジションずっとやったらもっと、ああ、なるほどね、そういうのだろう。よしは別にあんまないでしょ、ストライカーっていう。俺はチームがそういう状況でも、いや俺下がりたくないって感じ、それはチームがそういう状況でもチームがそれを作るべきで、俺は前に残っていたいっていう。なるほどね、はあはあ、ここだけで取った分を異常化とかやったら、もうここから配信しといてもいいですか。、はい、まあ、ちょっと僕個人的に聞きたいのが、アウェーの洗礼なんかないですかっていう話がもしあれば。いや、アウェーの洗礼ない個人的なことですか。そうですね、まあ、なんか意外と拍手もらえたとか。ああ、いや、なんか拍手なんかないよね。いやいやいや、え、あれはそれ、あれもう言葉ヤジっていうか、もうやばい、あれはもうね、近いし、なんか言葉の暴力、こっちは言い返せないから辛い。で、点取った時にゴール裏に向かってフラッグ使ってこうやってもう行ってもうずっとこうやってやったら、その後怒られる。そう、あのレビューやるなとか、それやるでしょ、言われてるし。あ、いいですね。そういう話、ね、そういう話、みんなすごい今みんな待って成功してる。現時点でたくさんお客さん来られてるんですけど、5000人来てます。そういった5000人しか来てないですか。サンフレッチェの試合より来るんじゃない。おー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 、今8000人だけど、8000人、一番5000人だけど、それぞれ一言ずつ意気込みをお願いします。いや、もう楽しみたいと思います。お願いします。もう40分じゃ点取れないんで。取れる取れる取れる。久しぶりにやっぱり吉野が、あの広島こうやって来てくれるんで、広島の人たちも吉野のことそんなに多分プライベート感のところは知らないと思うんで、そこをぜひ引き出したいなと思います。頑張るぞ。おお。てかこれ頑張る必要ないね。ないね。